バフトのバザールバフトは、ウズベキスタンシルダリア州にある都市である。州都のグリスタンからは、北北西に約2 5トルの地点に位置する。1968年の人口は9100人、2012年、現在の人口は12883人で、ある。バフトは1899年にサマルカンドとタシュケントを結ぶ鉄道の交換駅のある土地として、 設立された。1916年、交換駅は、鉄道駅へと昇格した。この際、ロシアの皇太子アレクセイ・ニコライビチにちなんで、ベリコアレクセイ・エフスカヤと名付けられた。1963年、土地名がウズベク語で幸運を意味するバフトへと変更になった。1980年、バフトは、都市へと昇格した。1970年代より、バフトでは、 建築資材工場と製麺工場があり、これらが町の中心産業となっている。バフトにはタシュケントからグリスタンを経由してサマルカンドを結ぶウズベキスタン鉄道の鉄道駅がある。タシュケントとタジキスタンの首都ドシャンベを結ぶ高速道路 M34 もまたバフトを通っている。ありがとうございます。